やっとくたばったわね。まったく、しぶといじじいだったわ。遺産たんまりあるんだろ。たまんでも買おうぜ。義父が他界すると、姑と夫は心ない言葉を吐き捨てた。あんなに優しかった義父を、なぜそんな風に言うことができるの。夫と姑からの嫁いびりに耐えていた私の、唯一の味方だった義父を、そういう二人を、私は許すことができなかった。ただ、私は二人を地獄に落とすための切り札がある。あの、お二人とも、ちょっといいですか？私は美咲、45歳。夫の龍二とは結婚して約20年になる。出会ったのは大学で、龍二は二つ上の先輩だった。龍二は大学でもかなり有名な人で、大手企業の社長の息子。当時から多くの女性にアピールされていた。私は釣り合うはずもない。そう思っていたし、社長の御曹司なんて一生無縁の存在だと思っていたので、先輩後輩として仲良くできているだけでも嬉しかった。しかし、一般家庭育ちの私の家庭的なところがいいと、龍二の方から告白してきたのだ。当時は驚いたし、悩んだが、龍二は優しくて、私の知らないことをたくさん知っていて、尊敬していた。だから、喜んで OK した。今まで行ったこともないようなレストランや海外旅行に連れて行ってもらって、まるで夢のような気分だった。そして交際を続け、そのまま結婚。義実家での生活がスタートした。義両親とはあまりトラブルなく過ごすことができていたのだが、その反面、あまり仲がいいとも言えなかった。義父はとても厳格で、さすが、大手企業の社長だということを実感させられるような人だった。一代で会社を成功に導いただけあって、自分にも他人にもとても厳しい。父さんは昔からものすごく厳しくて、あまり好きじゃないんだ。テストは100点でも満足しないし、運動もできないとダメだし、勉強なんて何時間やったかわからないよ。毎日家庭教師が来てたんだぞ。龍二はたびたび愚痴を言っていた。社長の息子も大変だな、としか思わなかった。そして、姑もなかなか癖の強い人だった。見てよ、美咲さん。これ、グッチっていうバッグの新作なの。150万もしたけど、可愛いから買っちゃったわ。あら、素敵ですね。このように、金遣いは荒いようで、見るたび、新しいブランド物のバッグや洋服を身につけている。そして、結婚して約15年経った頃、義父に異変が起きた。食事中の出来事だった。カラン。手に持っていたスプーンを落とす義父。病院を受診すると、ALS という診断名がついた。これは難病で、どんどん体が動かなくなってしまい、しまいには寝たきりになり、亡くなってしまうという恐ろしい病気だ。お前に社長職を任せる。わかったよ。父さん、あとはゆっくりしてくれ。働けなくなってしまった義父は社長の座を降り、息子である夫の龍二に社長を譲った。義父が病気になってしまってから、夫の龍二や姑も悲しむかと思いきや、思ったより変わらない生活を送っていて不思議に思っていた。そこからどんどん二人の本性があらわになっていったのだ。義父はあっという間に歩けなくなり、車椅子生活になってしまった。美咲さん、いつも悪いね。いえいえ、気にしないでください。私、昔から祖父母と暮らしていたので、介護もしたことがあるんです。まだ学生だったので、手伝い程度ですけどね。それは、頼もしいことだ。日中は、訪問介護のヘルパーさんを呼んで手伝ってもらってはいたが、私も積極的に義父の世話に携わることにした。そんな私に龍二はこんなことを言ったのだ。美咲も物好きだな。あんな親父ほっとけばいいのに。あんな親父ってあなたのお父さんでしょ。少しは気にかけてあげてよ。やだよ、
親父になんか何もいいことされてないし、なんで俺が介護なんかしなきゃいけないんだ。そんなこと言わなくても、実の親のことなのに、あまりに薄情で夫に不信感を抱いた。夫は厳しく育てられたことをずっと根に持っていたようで、お父さんの介護は一切する気がなかった。そしてそれは姑も同じだった。私介護なんて無理よ、汚い。ただでさえ年取って体臭もきつくなってきて、近づきたくないのに下の世話なんかするわけないじゃない。そうですか。今まで何十年も連れ添ってきて、最後はこんなものなのかと悲しくなってしまった。しかし義父にそんな様子を見せるわけにもいかず、二人のことは考えないようにしながら義父の世話をしていた。お父さん、今日は天気がいいので外に散歩しに行きませんか。それはいいね。私はお父さんの車椅子を押しながら庭に出て散歩を始めた。もし忙しいならこんな年寄りの世話しなくていいからな。いえいえ、気にしないでください。好きでやってることですので。私がここまで義父の世話をするのには理由がある。私はたまたま見てしまったのだ。お父さんが寝ている時、机の上にある日記帳を落としてしまった。そこには体が動かなくなってしまう不安や苦しみが書いてあった。しかしそんな様子を見せず、気丈にしている義父をなんだか放っておけなくなってしまったのだ。だいぶ暖かくなってきましたね。ほら見てください、花が咲いてますよ。本当だね、随分綺麗に咲いている。そうやってたびたび二人で散歩をしたり食事をしたり、ゆっくりとした時間を過ごしていた。しかし時間は残酷で、どんどんお父さんは動けなくなっていき、しまいには全く喋れなくなってしまった。会話はなんとか動く目の動きだけ。文字盤を使ってなんとか目の動きを読み取り会話をしていた。今日もいい天気ですね。瞬き一回はイエスな合図だ。表情がなくなり、うなずくこともできない。そんな時、たまたま龍二さんと姑の声が聞こえてきた。あのじじ、まったく、いつまで生きてんだか。とっとと死んでくれればな。金が手元に入るのに。そうよ、それだけのために結婚して耐えてきたんだから。長かったわ。あともう少しの辛抱ね。向こうは私たちに気づいていないのか、好き勝手に言っている。あまりにひどい会話に私は耐えられず、場所を移動しようとした時だった。あれ、美咲じゃないか。こんなところにいたのか。ユージ。ああ、この人も一緒なのね。ほんと、こんな姿になってまで生きてるなんて、しぶとい人。ちょっと、なんてこと言うんですか。いいじゃない。今まで黙って我慢してきたんだから。それにも、喋れもしない。こんな人、私たちが何言ってるかわかんないわよ。そうそう、早く金渡してもらえばな。なあ、美咲、遺産手に入ったら、タワマン買おうぜ。母さんだって、ゆっくり暮らしたいだろ。この家だって古くなってきたし。それもいいわね。本人の前でやめてください。私は耐えられなくなり声を荒げた。何よ、いいこぶって。まあいいわ、私たちは行きましょう。そう言って二人は去っていった。表情の変わらないお父さんはどういう気持ちで聞いたのか、なんだか悔しくて仕方なかった。妻からも息子からもあのような態度をされるなんて、いくら厳しい人だからってそれはないだろう。別に暴力を振るったとかそういうこともないのに。私はうまいフォローもできず、静かに家に戻ることしかできなかった。義父の病気は進行性で、どんどん具合が悪くなっていってしまった。しまいにはベッドで寝たきりになってしまい、車椅子へ移動するのも二人がかりでないとできない。
それでもお父さんは目だけで会話ができるため、毎日のようにお父さんの部屋に行って話し相手になっていた。最近はほとんど龍二と会話をしていない。いつも時間大丈夫か？ああ、最近龍二と喋ってないんです。なんだかすごくイライラしていて、仕事がうまくいってないみたいです。一緒にいるのがちょっと辛くて、お父さんと喋っている方が楽だなぁなんて。すいません、愚痴みたいなこと言って。お父さんが黙って聞いてくれることをいいことに、私は時々愚痴を漏らしたりしていた。そもそも一般家庭育ちの私は、金持ちの龍二さんとの金銭感覚も合わないし、お母さんとも性格が合わないのだ。やはり場違いだったかなんて今更思っても、もう遅いかもしれない。秘書を呼んで。わかりました。ちょっと連絡してみますね。義父は床に伏せても時々仕事のことが心配なのか、もともと秘書をしていた方に会社の様子を聞いているようだった。とても厳しい人だったが、人望は厚く、秘書をはじめ会社の人たちもお父さんのことを信頼していた。本当に亡くなる直前までずっと仕事をしているような人だった。お父さん、しっかりしてください。風邪をひいた義父は体調が悪化し、入院することになった。肺炎を起こしたのだ。酸素マスクをする義父の手を握る。随分痩せていた。そのまま義父は目を覚ますことはなかった。葬儀は盛大に行われた。会社の人、また社長をしていた時に関わりのあった様々な企業の人たちまで足を運んでくれた。多くの人から信頼され、尊敬されている人だと改めて実感するような葬儀だった。そんな立派な葬儀が終わった直後、夫と姑は家に戻ってくるなり、遺産の話を始めた。やっと死んだよ。葬儀も終わったし、あとはもう金もらうだけだな。本当に長かったわね。美咲さんもお疲れ。年寄りのお世話なんか。親父の遺産ってだいたい5億ぐらいだろ。そんな金が手に入ったらタワマンなんて余裕だな。そうね、私はしばらく海外に遊びに行こうかしら。美咲は何かしたいことないのか？買いたいものがあれば何でも買ってやるぞ。これからのことを思い描いて楽しそうに話す二人に、私は口を開いた。あの、ちょっといいですか？どうしたのよ、美咲さん。そんな難しそうな顔して。お父さんが遺書を残しているんです。それを一緒に確認してほしいんです。遺書？まあいいけど。私はお世話になっている弁護士を呼んだ。義父があらかじめ遺書を弁護士に託していたのだ。そしてうちに到着した弁護士に遺書を読み上げてもらった。財産のすべてを嫁美咲に贈与する。息子の龍二や妻には1円たりとも贈与しない。は？どういうことなのこれ。そうだ、こんなの本当に父さんが書いたなんてわかんないじゃないか。まさか美咲、お前金目当てで父さんによくしてたのか？なんて嫁なの、金に興味がないふりして。違います。これは私がお父さんが亡くなる約2週間ほど前に遺書を書きたいと頼まれて手伝いましたが、私の意見は一切反映されていません。ほら、お前が勝手に書いたんじゃないか。こんな嫁だって知ってたら結婚なんかしなかった。それは違います。証拠にそこにいる弁護士さんも同席してもらっています。私も確かにこの目で確認しました。また念のために遺書を作成している動画も撮影して、私がデータを保存しております。そんな、でもあのじいさんがボケてた可能性だってあるだろ。美咲が書かせたんじゃないのか？それはありませんよ、龍二。お父さんの病気を
ご存知ですか？ ALS というのは体が硬くなってしまい動かなくはなりますが、脳は正常なままです。ボケたりしないので、寝たきりになってもしっかり二人が何を言っているのか理解していました。最後の最後まで仕事のことを気にかけて、書類なども目を通しているくらいしっかりされていました。もし疑うなら医師に問い合わせてみましょうか。担当医に認知機能が正常かどうか診断書を作成してもらうことが可能かもしれませんよ。そんな、じゃあ俺らが今まで言ってた悪口も全部理解されていました。だから本人の前で言わないでと言ったのに。あと遺書とは別にお二人へお父さんから手紙を預かっています。今まで世話になった。お前たちが私をよく思っていないのは昔からよく知っていた。龍二へ、勉強しろと言っても遊んでばっかりで学力も低く、社長になるという意識も低いお前を何とか改心させようとしたが、やはり無理だったのだと今になって思う。会社の経営も傾いているそうだな。いろんな人と協議した結果、お前を社長職から解任する。これは代表である私の決断のもとにすでに決定し、議会や株主からも了承を得ている。次期社長は副社長の佐藤に一任することとなった。はあ、なんだよそれ。どういうことだ。こんなの無効だ。続きを読みますね。うろたえる龍二を気にせず、弁護士が手紙の続きを読み始めた。お前は昔から金遣いが荒く、家事も一切せず遊んでばかりだったな。結婚した当初からお前が金目当てで私と結婚したことは理解していた。ただ社長という立場上、結婚しなければならなかったこと、またお世話になった人の娘さんだったから断れなかった。そんなお前に残すお金なんて一切ない。この建物の権利も全てお前には贈与しないから出ていくように。なんてことなの、このクソジジイが。私の40年返しなさいよ。またこちらに龍二の社長解任に関して重役会議で了承され決定されたとの書類があります。今後会社経営には一切関わらないと誓ってください。何言ってんだ、こんなの無効に決まっている。社長でもないジジイに何の権限があるんだ。旦那様はあなたに社長の座を譲りましたが、会社の代表として常に会社経営に携わっておられました。経営状況やあなたの社長としての働きもずっと見ていたんですよ。弁護士さんは付き合いが長いようで、会社の経営などの相談なども受けていたそうだ。会社の人事に関する書類には夫の龍二を社長から解任すると記載されています。そういうわけなので、お二人には財産は一銭たりともありません。本当にクソジジイだな。まあ新しく事業でも起こせばいいか。美咲、その5億円貸してくれ。その金があれば会社の一つや二つ。そうね、この家も美咲さんの名義になるんなら私たちも住ませてもらえばいいだけの話よね。この家に一人で住むのは広いだろうし、私たち家族なんだから一緒に暮らすわよね。本当はタワマンが良かったけどな。それよりも仕事だ仕事。別に会社に思い入れもないし、なんか面白いことすっかな。あの、勘違いしてませんか？私が口を挟むと夫は怪嫌そうな顔をした。どういうことだ美咲。龍二、離婚してください。今さら何言ってんだ。私は離婚届を差し出し、それに対して龍二は顔を真っ赤にして机をバンと叩いた。まさか金持って逃げるつもりか、この泥棒。死にかけのジジイに言いこぶって財産を取って、そんなこと許されると思うのか。
お言葉ですが、体の動かないお父さんに向かって早く死んだ方がいいとか、そんなことを言う人に言われたくありません。私はお二人に愛想がつきました。今後一緒に生きていくのは無理です。離婚させていただきます。何言ってんだ。お前がいなくなったら俺たちはどうやって生きていけばいいんだ。そうよ、なんて薄情な嫁なの。家もなくなったら住む場所もないじゃない。そうですね、新しくアパートを探したらいいんじゃないですか。お二人だって貯金があるでしょ。それは。じゃあ困りませんよね。では今すぐこの家を出て行ってください。そう言うとあからさまに夫は慌て始めた。待ってくれ、さすがに今すぐは無理だろ。美咲、話し合おう。こんなでっかい家も5億もお前には余るだろ。別に金に興味なかったよな、お前は。はい、お金には全く興味はありません。ただあなたたちには一銭も渡したくありません。頼む、本当に困るんだ。仕事をして返すから。あなたにそのような能力があるとは思えません。現にあなたが社長になってから会社の売り上げは格段に落ちています。またあなたの偉そうな態度に社員たちは不満が募り、退職する人やライバル社に引き抜かれる人が続出しているそうですね。そのような人に立派な会社の社長が務まるとは思いません。お前何も知らないくせに。殴るんですか。殴るなら警察呼びますよ。殴ろうとしていた手を必死に押し込め、悔しそうに顔を真っ赤にして震える夫。美咲さん、ちゃんと考えましょうよ。龍二だって悪いと思って言ったわけじゃないのよ。ただ急に社長になって大変だったのよ。申し訳ありませんが、考え直すつもりはありません。今すぐ出て行ってください。そこをなんとか頼む。そうだ、離婚してもいい。だからちょっとでいいから金を貸してくれないか。何度も言いますが、お金をあげるつもりはありません。それは困るんだ、貯金が。まさか貯金がないんですか。社長をしていながら、あなた社長として大した仕事もしてないのに相当な金額もらってたじゃないですか。そうなんだけど、競馬で使ってしまって。え、夫がそんなことをしているなんて全く知らなかった。だから頼む、貯金がないんだ。じゃああなたのお母さんに頼めばいいじゃないですか。何と言われようと私はあなたたちに手助けする気持ちは全くありません。あの、それが私も貯金がなくって。どうしてですか。あなたお父さんに何もしなくても毎月何十万円とお金をもらっていたじゃないですか。そんなのカバン一つ買えば消えちゃうじゃない。呆れて何も言えなかった。結局私は断固として二人の意見を聞かず家を追い出した。弁護士さんにお願いをして離婚の手続きも進めてもらった。夫は最後まで渋っていたが泣く泣く了承。晴れて独り身になったのだ。そして二人は車や時計など今まで散財してきた高級なものを売りさばき、なんとか現金を手に入れ新しい生活をスタートさせているそうだ。しかし元々の贅沢癖が抜けないのか、すぐに借金をしてお金が足りなくなったから貸してくれと私に連絡しようとしてきた。連絡は来ていない。連絡はすべて弁護士さんを通して行うようにしてもらっているのだ。元夫からの連絡はすべて断っている。また思い出のある家だが私には広すぎるとすぐに売却してしまった。だから夫は私が今どこで暮らしているかなんて知る由もない。噂ではやばいところから借金をして返済に追われているなんていうことを聞いたが、真相はわからないままだ。まあ興味もないけどね。私は莫大な遺産を相続し、そのお金を使ってアパートを買った。そして少し改装して貧しい学生たちが気軽に住めるような寮を作った。お金がなくったって努力すれば恵まれる、そういうチャンスを作ってあげたいと思ったのだ。
美咲さん、おはようございます。今日も勉強頑張ってね。今日テストなんすよ。昨日も寝る時間なかった。それは大変。美味しいもん作って待ってるね。は、ありがとうございます。じゃあ頑張るか。そう言って子供たちは大学に出かけていく。みんな地方から出てきた一般家庭の子や貧しい子ばっかりだった。しかしとても努力家で一生懸命勉強に励んでいる。やりたいことを追いかけて努力している子を応援するために残りの人生を使うことにした。家賃や食事代など破格の値段で提供し、足りない部分は相続したお金から賄っている。リュウジのように生まれた家にあぐらをかいて簡単に社長になれる人もいるのに、才能のある子たちが貧しいだけで実力を発揮できないのはもったいない。私は寮母さんとして食事や生活面をサポートしている。若い子たちに囲まれて過ごすのはなかなか新鮮で、私まで若返ったみたいだ。毎日笑顔があふれ充実した日々を過ごしている。